リンリンハローパラレル、リンリンパラレルのリンタです。はい、本日は名前が決定したのでそちらのご報告をねしていこうかと思います。先日ねお迎えしたセイブシシバナヘビのノーマルの子と、今手でハンドリングしてるんですけれども、こちらマックスのトレンパーの女の子ですねの名前が決定いたしました。今こんな感じで、この子なんですけれども、もともといた子ロペ様ね、でロペ様の名前の由来が、シュガーラッシュに出てくるベネロペっていうキャラクターから取っております。まあ、理由としてはベネロペがねちょっとなんかマーブル模様がついてたりとかする子で、で白から連想されたのがシュガーだったんですね、私の中で砂糖だったんですね、砂糖とか塩とかで、その時にシュガーラッシュって映画あったなって思いながら、で、あ、女の子だけど、まあこの子男の子なんだけどね、女の子なんだけどマーブル模様のキャラクターいたな、ベネロペっていう名前だなってなって、そっからベネロペのロペっていうところを取ってロペ様になったんですよね。で、まあそういうなんか綺麗な模様だったんですけど、あのシュガーラッシュにはですね、ベネロペのまあ彼氏というか王子様というか、そういうまあ彼氏的なね、あの立ち位置のキャラとしてラルフというキャラクターがいるんですよね。で、あーラルフなーなんて思いながら、で先日もう一個報告してたことなんですけれども、あのうちのね、あのイモリのね、あのルフちゃんっていう子が亡くなってしまいましたよってご報告はさせていただいてたんですけれども、その時にこうパッとこうね脳裏によぎったのが、ラルフってルフってつくんですよね。でちょうど亡くなってしまった子もルフだったんですよね。なのでルフを継承しようかなというところ で、しかもその子も女の子だったんですよね、あのイモリちゃん。なのでそれでルフを継承しようということで、この子の名前はルフちゃんになります。ルフ姫になるかもしれない。この人がね、あの人じゃないんだけど、この子がね、あのロペ様なのでね、ルフ姫と呼ばれるかもしれないです。すごい綺麗な子ですよね。そしてあの2人とも帰りたがってるんで一回帰そう。ほっ君は上に乗っかったんだね。あーダメ、出ちゃ、下降りてごらんなさい。はい、ということでこの子の名前はルフになりました。そして次この子ですね、結構いろいろ名前の付け方に悩んで、どうしようかなとかっていうところで、でこの子とどう過ごしていきたいかなって思って、今あの奥にいますね、セブシシバナヘビで、まあ私のね、なんだろう、私がまあヘビ使いみたいにねこうなって、この子をね、なんて言ったらいいのかな、パートナーみたいな感じにねできたらいいなって思ったんですよね。で開けにくいな、ちょっと。でパートナーみたいにこの子と過ごしてみたいなということで、パートナー的なものってこう、まあ、ポケモンとかデジモンとかねあって、その中で私のパートナー的にこうなってるのってなんだろうと思った時に出てきたのが、はい、この子サーナイト。ポケモンの中でねサーナイトが大好きなんですけれども、まあ、嫁ポケとか読ませていただいてるんですけれども、そういう形でなんていうのかな、嫁っぽい感じというか、パートナー的な感じというかできる名前で、この子をねサナと呼ぶことにいたしました。なのでサナちゃんになりますね。はい、この子はサナちゃんになります。サナとルフちゃん、ルフちゃんあそこにいるね。ルフちゃん、こっちから見たら見えますね。うん、いるね。仲良しだね。はい、なのでルフとサナになりました。ぜひこれからもね、この二人、ルフとサナをよろしくお願いいたします。
はい、ということで本日の動画は以上となります。またよろしければね、他の動画も見ていただいて、これからの動画とかもね、楽しみにしていただけますと幸いです。チャンネル登録、高評価、Twitter のフォローなどぜひぜひお願いいたします。ということで本日は以上でございます。以上、リントでした。バイバイ。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録はこちらから、 Twitter のフォローは概要欄から、その他のおすすめ動画はこちらからよろしくお願いいたします。ということで以上、リントでした。バイバーイ。